アレルギーって、ダニとかカビとか花粉とか、そういうものがいろいろコップに入ってきて、溢れ出てきたものが鼻水であったり、皮膚病であったり、潰瘍性大腸炎であったり、喘息であったり、するわけやけども、ちっちゃい子は、大人に比べて胃の容器がね、旺盛なんですよ。ほっぺた赤いじゃないですか、赤ちゃんとか。ここって、胃系の容器を表す場所なんですけど、ここが赤い、常にこう、ほっぺたが赤いでしょ。更年期になってくると別ですけど、赤い、お子さんは、胃の容器が旺盛なんで、しっかり後天の気を取ることができるという風に見える。だから逆に言うと、あんまりほっぺた赤くならないお子さんは、胃の容器が少ない。だから、基本はだいたい赤いんで、昔みんな赤かったでしょ？ここのとこ赤い子少ないかなとは思いますけど、それだ胃が冷えてるということで、もう年中冷たいものを取ってるとか、ね、砂糖、お菓子とか食べてるとか、いうことで、胃の容器がどんどんこう、少なくなってきてると。それによって、胃と連結してる陽明系。陽明、胃系と陽明、大腸系とありますね。ここの容器が少なくなって、で、こっからね、この胃とか大腸の、経絡上からこう、エネルギーを、こう、発散してるんやけども、その発散するほどのエネルギーがないと、発散できずに、溜まってしまう、皮膚表面に。皮膚表面からズバッとこういかずに、こんな感じでね、容器が皮膚表面に停滞してしまう。これによって失神を起こしたりするわけなんですよ。乳児失神程度で、もうそんな、大した治療せんでもね、ほっときゃ言うたらあれやけども、そこで病院でね、ステロイド剤やなんや塗り出したりすることで、慢性化してしまって、アトピーになってしまうわけなんですよ。だから、大体、乳児失神を起こす子は、大体便秘してるでしょ。だから、排便をね、つけてやるだけでね、もう大体治るんですよ。服の上からでもいいんやけど、ちょっとね、こう、刺激してあげる。大腸の、こう、周りに合わせてやから、こう、左から右ですかね。左から右にこう、円を描くようにこう、刺激してあげたりとか、水膜やったっけな。ああいうのちょっと飲ましたりしてあげて、便通をね、つけてあげるということだけでいけると思うんですよ。だから外用剤なんかあんまり使用しない方がいいと。だからちっちゃいうちに変な治療ばっかりして、いつまでも長引いて治らないで、いう人が多く。で、この頃は、医療費がタダやからいうことで、皮膚科ばっかり行って、もう全然、僕らのところなんかにけえへんということで、そういう情報もね、お母さん方にこう届かないと。いうこともまた問題になるということなんですね。で、もう一つ、言い忘れたな。先天の気と後天の気とありますから、人居の子は、要はいわゆる先天の気、生まれつきあるエネルギーがね、貧弱やと、弱いということで、後天の気でそれを補っていかないかんわけやから、脾とか肺が異常に疲れやすいというか、脾弱になりやすい。いうこともまた一つ要因としてあるから、そういう場合はやっぱり6畳とかで、補人してあげて、それプラスなんか秘境やったら秘境の薬と、肺気やったら肺気の薬というふうに併用してあげるっていうようにした方が、まあ、早いこと治ると思いますね。まあ、結構よくアレルギーで使う軽視2、エッピ1と、さあ、喉の痛みもあるし、首がすごく張ったり凝ったりしてるという、鼻が詰まる、皮膚にかゆみを起こしてるとか、まあ、それこそアレルギー的な症状が多々で、出ておりますよ、出ますよ。そういうのに効いてきます。で、こう、砂糖なんか、ね、食べると、こんなとこ傷ついちゃうんですよ、という、まあ、その繰り返しがこういう状態になってしまいますと。うん。で、皮膚の荒いような人は、腸壁もこんな荒い状態になってるんですって。うん、キメの細かい肌になりたかったら、腸壁もこういう状態にしなあきませんよという話なんですよ。食事ももちろんこう関係、はしておりますね。そら、さっき言った、やっぱり砂糖の含まれるものを多く食べたりすることによって、その腸の重毛の傷つきが起こって、まあそっから、大腸の環境も悪くなり。あ、そうそう。これをね、これ必ず皮膚とかアレルギーの話するときはこう使うと。これ、100均で売ってるやつをまあ小さく切ったんやけど、これが通常の目の細かい腸壁やということなんですよ。で、甘いもんばっかり食べてると、まあ、こんなような、目の荒い腸壁になってしまいますよ、と。そしたら、まあ、一種タンパク質が入ってきたときに、ここやったら、ちょっと大きいからね、このタンパク質が。これ通過することができずに、そのまま排便で流れていくけど、目が荒くなったら、入ったらあかんようなものまでズバズバ入ってくるんですね、体の中に。うん。で、その時も、やっぱりこう、腸はまだ体の中のようで、体の中ではないんですよ、と。そっからまだね、排便としてスッとこう、そのトウモロコシ食べたらトウモロコシ出ていくでしょ、と。本当に体の中に入るのはこの腸の中からなんやから、まず、その入り口の腸が、こんな人とこんな人では、そら違いますでしょう、という話で、こんな風にどうしてやらなっていくのって話になったら、その、乳酸菌を使って、腸内環境をして、その、傷ついた重毛もこう、治していくと。いうふうに。で、結論としてはですね、脾と肺を強くしていけば、慢性の、まあ、皮膚、鼻、あと気管支の、さっきここに書きました、肺関連の病床は、まあ、ほとんど治るというふうに思いますね。あと、細かな、その処方のチョイスによって、まあ、早く治る、まあ、ゆっくり治るいうのはあるでしょうが、まあ、治ってはいくと思います。まあ、ここ最近あった症例で、ちょっとお話ししますとね、副鼻腔炎、ずっと、こう、頭が痛い。特に朝起きて、目覚めた時なんか特に。で、何を処方したかと。この人に。30年悩んでても、たったわずか3週間ですね。3週間で、まあ、8割ぐらい改善してると。最後までご覧いただきありがとうございます。コツメチャンネルでは定期的に動画をアップし、毎週他では聞けないオリジナルの情報をお届けいたします。ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、あなたの元気をコツメ先生は応援しています。今日も元気に、明日も健やかに。ありがとうございました。